早大始まりましたムチェさんチャンネルさあもうですね話題になってますねはい大学受験2024投稿代総合型推薦型選抜で女子枠導入ということですねはい東京大が推薦で女子の数を増やそう というですね、はい、そういう風に動きました。ね、143人の枠を増やすって言ってましたよね、女子枠ができますってことでした。はい、東京工業大学は2022年11月10日、2024年度入試から、総合型選抜及び学校推薦型選抜において、女子枠を順次投入することを発表したと。 全学院の女子枠は2025年度入試を合わせ、えー、学士課程1学年の募集人員の約14%に当たる143人となる。おぉ、14%入れるんですね。えー、枠だいぶ取りますね、そしたら。表を見るとこんな感じですかえー、?2023 年度だと、 一般が930で、えー、総合型学校推薦型が98と。で、2024年度4月入試だと886人が一般で。で、推薦が84で、女子58というふうになってるんですね。で、2025年だと801人が一般入試で、えー、そして総合型学校推薦型一般枠が84で、女子枠が143。ということで、一般枠と女子枠。 で、わか、あ、そういうことか。ということは、あの、84って、青く書いてあったけど、これも、この中に女子がいる可能性もあるってことそしたら58人以上になるのかな、な2024も。で、2025の方が143、プラス、一般枠に応募してきた女性とか、どうなんだろうもしかしたら、応募できなくなるのかなんなんかめんどくさくないですかそんなことしたら、男女によって。 そこの差が出てしまうっていうことがあるわけですよ、ね、うん、複雑。え、どうなんですかこれ、女子は女子枠にしか応募できないんですかねまあ、なんていうか、うん、いろいろ出るだろうね。まあ、リバース・ディスクリミネーションだなんていう声も出そうじゃないですか。はい。うんまあ、いわゆるほら、アメリカとかでもね、マイノリティの人を入れましょうみたいなね、感じになって、マイノリティの人が枠を奪ってっちゃうからずるいじゃないかみたいなね、えー、そういうのが言われたりするんですけど。 なるほどね。この結局のところね、一般も801まで減っちゃうわけだから、100いくつ減って、女子の推薦に当てちゃうってことだから、まあ、これは、文句出そうだよね。はい。女子枠の導入は2024年度、2025年度入試の2段階で実施される。2024年度入試は、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院、環境社会理工学院の4学院で58人。2025年度入試の方は、 理学院工学院の2学院で8。5人募集する募集人数募集人員の増分は一般選抜で減らすため、合計数に変化はないと。あそれが嫌だろうね。多分ね、えー。減らさないでよってなるでしょうね、えー、新制度の総合型選抜学校推薦型選抜では、一般枠と女子枠を設けるが、女性志願者は両方に出願。ああ、両方にできんじゃんえー。願で。 両方に合格した場合は女子枠での合格となる。女子枠では提出する出願書類等の新たな評価軸を追加し、一般枠とは異なる評価を行うという。えー、いやー、両方女子は応募できるけど男子は片っぽだけってね。 なるほどね。うん。現在、日本国内の理工系高等教育機関で学ぶ女子学生の割合は世界的に見て少ない状況にある。ああ、まあそうね。STEM とかよく言われますね。東京工業大学においても、学士課程の女子学生比率は2022年5月1日時点で約13%と低いが、今回の入試改革で一般選抜等での合格者と合わせて女子学生比率2割超えを見込むと。ああ、なるほどね。2割をこう指したいわけですね。 切り替えが完了する2025年度の時点で募集人員は、一般選抜前期日程が801人、現行931人、総合型選抜、学校推薦型選抜が現行98人から227人、一般枠84人、女子枠143人へと変わると。うーん、やはり、増えてしまうと文句でそうだけどな。はい、学長さんの言葉ですね。ず和康。女子枠の導入について、理工系分野における女性研究者技術者を,技術者を増やすということをですね、目指したものであり、日本の商品 将来の科学技術の発展に女性の活躍が必須と考えたためのものですとコメント科学技術発展及び人類社会への貢献を占めと考えダイバーシティインクルージョン D&I 推進を目指すとしているとそうですねそういう風になってましたね確かになるほどねどうなるんでしょうこれだって東稿大とほらでイカしか合体するのにもなんか関係あるんですかね女子少なすぎだからなんとかしなきゃみたいになってんのかなわかりませんがなぜだかそういう風になってます そうした方が、なんか、あの、あれも通りやすいんですかね。お金もらえるやつ。ちょっと、東大の方、お知らせ自体を見てみましょうか。東稿大の方、実際のそのお知らせ。ああ、東光大にちゃんと出てますね。うん。あった、本当だ。ダイバーシティインクルージョンの実現をって書いてありますね。女子枠の導入は、本学が強力に推し進めているダイバーシティインクルージョンの取り組みの一環です。現状、本学の学士課程の女子学生比率は約13%低く。今回の入試改革は、女子学生比率の向上 飛躍的に加速させるための大きな挑戦ですこの取り組みと一般選抜などで合格者を合わせて全ての学院で女子学生比率が20%を超える見込みですこれに加えあらゆる学生が充実した大学生活をすごくた過ごすための施策を同時に行うことでさらに比率の改善が進み自律的に偏りが改善していくことを目指しますその結果多様な個性を持つ人々が対話し教育研究の現場で新たな考えや発想を生み出し様々な社会課題を解決に導き D&I を実現しまますすと言ってますね日本国内の理工系高等教育機関で学ぶ女子学生の割合は世界的に見て低い状況にありますと最低水準であるっていうのが書いてありますねステムの中で本学の取り組みを起点にこの社会全体に真に多様な人材を需要する環境が育つことを期待しますなるほどねあマスさんの言葉あるじゃないですか東京工業大学はダイバーシティインクルージョンを力強く推進しておきており本学では様々なスキルや異なった価値観 経験幅広いい知見を持つ学生や職教職員が活躍しています。この D&I をさらに強く推し進める力は何かと試行錯誤する中で、理工系バックグラウンドを持つ女性が企業において求められている状況を目の当たりにし、女子学生を増やすための入試制度である女子枠を導入することで、女性が社会で活躍する D&I の推進に貢献できるという考えに至りました。OECD 諸国の中で、日本の高等教育機関における女子学生の割合が最低に位置する現状を打破するために純粋に 女子学生数の割合を増やすという目的に特化した方法を遂行することが重要です。うん、うん、音楽では啓発のために様々なイベントなどの施策を通じて女子学生の理工系への進学率の低さを解消することに取り組んできましたが、この度さらにその取り組みを加速させることにしました。理工系女子学生の割合がある一定数を超えることで、保護者や家庭を取り巻く人々、ひいては社会全体の意識も変化し、これにより真に誰もが隔てなく学びたらける知的活力に溢れた環境 のことを様々なスキルや異なった価値観経験、幅広い知見を持つ、学生や教職員が集まり、教育と研究を行えるようになります。なるほどね。いやー社会を変えることはできないんですね。やっぱり社会全体でそのね。なんかもう。男は理系で女の子は文系みたいな。そのバイアス。 を改革することができればね、こんな枠は必要ないんですけど、難しいんでしょうね、やっぱりね。この多様な人々の集まりがイノベーションを創出することは、本学の使命である科学技術の発展及び人類社会の貢献につながると考えます。今回のの入入試制度女子枠の導入は理工系分野における 女性研究者者者技技術術を増やすためには他にもいろいろな方法が考えられますが本学校は日本を先導する理工系総合大学としてこの問題に率先して取り組む決意をしましたこの入試制度女子枠の導入はその一つの取り組みであり高校生受験生その保護者の皆様にもその趣旨をご理解いただき積極的に志望することを検討していただきたいと考えます うん、どんなに失うようになるんですかね。まあ女子枠は導入ということが決定いたしました。ああ、なんか、それぞれどういう風に募集されるかとかっていうのも出ておりますので、まあぜひ見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。皆様どう思われますかこのニュースですね。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視ありがとうございました。Thank you for